JST クレストの細胞内現象の時空間ダイナミクスの総括説明をさせていただきます。京都産業大学の遠藤でございます。今回 JST クレストの細胞内現象の時空間ダイナミクスの研究総括を務めさせていただくことになりました。今回は新型コロナウイルスの感染拡大という状況を鑑み、領域の説明はスライドを使ったネット配信で行わせていただくことにしました。十分な説明が行えないことで皆様にはご不便をおかけしますが、ご了承いただければと思います。私自身は長年ミトコンドリアがどうやって作られるか、特にミトコンドリアを作るタンパク質や脂質がどのようにミトコンドリアに運ばれ内部の核に仕分けられるのか、そうした分子メカニズムを研究してまいりました。長い間細胞生物学、生化学、あるいは分子電学の手法が研究の中心でした。しかし最近になってタンパク質の輸送を担う装置の構造をクライオ電検で決定できるようになったり、あるいはミトコンドリアと他のオルガネラの間のコンタクト部位の動態を蛍光顕微鏡で可視化できるようになり、この分野の解析技術、観察技術の革新的な進展を実感しているところであります。従いまして皆様にはこうしてこの分野の新たな研究フェーズに臨んで素晴らしい研究計画をご提案いただき、ぜひとも欧米追随ではない日本の強みを生かした日本初の世界をリードする研究を生み出していければと強く願っております。それでは領域概要の説明に入らせていただきます。これは文部科学省から出されました2020年度発足の本新規領域の戦略目標であります。目標は細胞内構成因子の動態と機能であります。概要は細胞内の観測・計測技術及び分子操作技術、シミュレーション技術などを開発し、それらを組み合わせることによって細胞内の高次構造体の動的構造、極材、数量と機能の関係について相関にとどまらず因果関係も明らかにすること、そのことにより細胞内で起こるメカニズム未解明の生命現象の基礎原理を見出し理論化することを目指します。次に新規領域のクレスト、細胞内現象の時空間ダイナミクスの概要であります。本領域は細胞内の高次構造体、すなわち超分子複合体、オルガネラ、被膜オルガネラなどですが、それらの微小空間でのダイナミクスを観察・計測し、その機能相関を解析することによって細胞の構造と機能の統合的理解を目指すものです。もう少し詳しい説明に入ります。今回の研究対象は生命の基本単位である細胞の中で起こっている現象となります。近年構造生物学の分野では左にありましたようなさまざまな装置開発や技術革新、計算科学の支援によってこれまで手が出なかった巨大分子複合体や膜タンパク質複合体の構造が明らかになり、タンパク質の動きを高い時間空間分解能で観察したり、細胞という文脈でタンパク質の構造情報を得ることができるようになってまいりました。一方で右側に示しましたようにさまざまな顕微技術の進展によりより高い空間・時間分解能で細胞内の構造の詳細を知ることができるようになってきました。こうした両方向からの構造・動態解析技術の進展により従来アプローチできなかった分子と細胞の中間階層に位置づけられる構造体や区画に高い時空間分解能でアプローチできる、そんな新たなフェーズに生命科学が入りつつあります。細胞内の高次構造体とは大きなタンパク質核酸複合体、巨大な膜タンパク質複合体、さらにはミトコンドリアや核 ER といったオルガネラ、そして近年話題となっている膜を持たないオルガネラ、ドロプレットがあります。これらの構造体はさらにオルガネラ間コンタクトや構造機能ネットワークを形成して細胞機能を支える構造を作っています。具体的な例を2つあります。一つは生物学的総分離です。近年特定の生体分子が膜のない集合体を作り、そこでは分子が動的に出入りするという現象が見つかってきています。実際にこうした集合体ドロプレットが細胞内でさまざまな形で見出され、そうしたメンブレンレス被膜オルガネラがさまざまな細胞内現象に関わること、細胞内の現象を理解するためにはこうした生物学的総分離という視点を導入する必要性が次々に明らかになってきています。2つ目はオルガネラ間コンタクトです。これまでオルガネラは膜で隔てられているがゆえに生化学反応を分離して行うことができ、そのことで細胞に課せられた複雑な機能を分散管理、分散処理できるものと考えられてきました。
しかし最近、さまざまなオルガネラの間に、このように物理的なコンタクト部位が見つかり、そうした部位を介して脂質などの物質輸送や情報伝達が起こること、さらにオルガネラの構造や機能も制御されることが分かってきました。このようにオルガネラは別々に働くのではなく、構造的にも機能的にもネットワークを作り、そのことによって細胞の恒常性を維持し、環境変化に応答できることが明らかになってきたわけであります。続いて、募集選考、領域運営にあたっての研究総括の方針をお話しさせていただきます。まず左側にあります1から3の技術や方法の開発研究です。1番の観察計測技術としては、細胞内の分子や複合体、オルガネラなどの形態、極材、動態、そして相互作用を計測し、定力化し、機能を予測するような革新的な技術開発を考えております。具体的には、細胞内の高次構造体を解析するさまざまなインセル構造解析技術、クライオ電子顕微鏡やクライオ電子セントモグラフィーで細胞内での高次構造体の位置情報や構造情報を取得する技術、被膜オルガネラなどの構造や動態を計測する技術、超分子複合体やオルガネラレベルの構造体の動態を高い時間分解能で解析できる高速 AFM や、それに代わる新しい観察技術などが挙げられます。2番の操作技術としては、従来の遺伝子工学や生化学的手法を超えて、新たな有機化学的手法や光技術などを活用しまして、分子や細胞にパーターベーションを与えて操作する新技術開発が相当します。具体的には、細胞内の高次構造体を標識したり活性化することで細胞の機能を制御操作する技術の開発、被膜オルガネラの操作によって細胞機能を制御する技術の開発などが考えられます。3番のモデル化技術とは、細胞内の高次構造体レベルで起こる生命現象に関する定量的な情報に基づいて、それらの現象をモデル化し、機能を予測していくような、そういう技術開発が該当するかと思います。そして、右側にあります機能研究図として、4番、細胞内の高次構造体の構造機能解析解明を通じて細胞システムを理解する研究を考えております。具体的には、高次構造体が作る細胞内ネットワークの実態の研究、高次構造体における物質移動や情報伝達の研究、高次構造体の形成や動態変換のメカニズム、高次構造体が作る構造機能ネットワークの維持機構と、その破綻がもたらす細胞機能へのインパクトに関する研究などが考えられるかと思います。そして、これらの研究提案におきましては、右下にありますように、4番の研究を基軸として、1番から3番のいずれかを積極的に利用するような研究、あるいは4番を基軸として1から3のいずれかの研究開発を促すような、インスパイアするようなプロジェクトを貫入いたします。もちろん、左下にありますように、1から3の単独研究開発であっても、独創性や汎用性が高く、実現した際には4の研究を大きく進めていくような、領域全体に広く関係するような技術開発オンリーのテーマも受け入れます。ここで、本領域と同じく2020年度に新規発足する AMED クレストの研究領域、プロテオスタシスの理解と革新的医療の創出との関係をお話しします。プロテオスタシスでは、主にタンパク質の恒常性、すなわちプロテオスタシスの維持機構と、その破綻がもたらす細胞機能へのインパクト、そしてそれが原因となる病態の理解がテーマであると理解しております。一方、本研究領域では、対象はタンパク質分子にとどまらず、より大きなレベルの構造体、すなわちそれらの複合体、さらにはオルガネラや被膜オルガネラの構造機能解析と作動機構が対象であり、さらにそれらにアプローチする技術開発や技術支援を強く意識した研究領域となっております。本クレストのビジョンをまとめさせていただきます。まず最初に、多様性の観点から若手の支援も重視しておりますので、若手の方の積極的な参画を歓迎いたします。どんな概念実証を期待するかですが、これまで空白領域であった分子と細胞をつなぐ階層に、分子レベルを対象としていた構造生物学と、細胞レベルを対象としていたイメージング技術の双方向からアプローチすることで、この中間階層における新たな生命現象の発見、そしてその理解のパラダイム創出を期待しております。期待する具体的な技術開発については、これまでお話ししてきましたように、
分子と細胞をつなぐ高次構造体レベルの極材構造機能を探る技術、そしてそこから最終的にはモデル化理論化に持っていけるような革新的な技術や方法論の出現を期待しております。現在細胞から個体へと階層をブリッジするビッグプロジェクトが国際的に進展中と聞いておりますが、こうした動きと並行して分子から細胞へと階層をつなぐ本領域は生命の根源的理解に近づくものと考えております。そこからさまざまな応用分野へのインパクトも生まれるものと期待しております。最後に少し話をさせてください。今から随分と前ですが、商法位相で有名なジム・ロスマン、後にノーベル賞を取る人ですが、彼のレビューを読みました。そのイントロにこんな文章が出てきました。細胞生物学の中心的問題は細胞がどのように三次元的に構築されるかをタンパク質間相互作用などの科学の言葉で理解することである。それを彼はトポロジカルバイオケミストリー、位置の生化学と呼びました。当時は生化学は細胞をすりつぶして生成したタンパク質などの活性を調べるものでしたから、細胞の中の特定の場所で起こる反応を知ることなどは不可能であり、随分夢のような話だなと思ったことを覚えております。しかしそれから20年余りが経ち、例えばここの論文にありますように、一つの細胞をネイティブに近い状態で分子レベルの分解能で 3D ビジュアライズできるようになりつつあるわけです。こうした研究は細胞内の高分子アトラス、あるいはビジュアルプロテオミクスといったキャッチなフレーズで呼ばれたりします。そういうフェーズに入りつつあるのが今だというわけです。私は個人的には生命科学の夢は生命を自分の手で作り出すこと、具体的には生命システムの基本単位の細胞を自分の手で作り出すことだと思っております。そのためには細胞がどのように作られるかをまず知らねばなりません。これまで我が国は構造生物学では高価な装置の導入などでは海外に比べて遅れを取る部分がありました。液液相分離などでは異分野融合という視点において遅れを取る部分がありました。しかし一方で我が国では膜やオルガネラを扱う精緻な生化学や再構成系構築など一朝一夕では獲得できない技術やリソースの蓄積があります。高速 AFM など我が国が先導する素晴らしい技術革新、生物学的重要性と結びついた真の構造生物学の推進なども誇ることができます。こうした我が国の強みを生かして、一方で弱い部分を乗り越えて、今我が国が先導して細胞構築の原理解明という一つの究極の目標に接近できるのではないかと思います。そのために本領域が少しでも貢献できればと願っております。そして本領域の先に細胞構築の新たな原理の解明、細胞を自分の手で作り出すことができる道が開けることを期待しております。本領域はすでにここにリストアップされておりますアドバイザーの方のご協力を得て推進できることになっておりますことをご報告させていただきます。ご清聴ありがとうございました。